はい、今回皆様にね、中東のカタールの、そのドーハの、ホテルを紹介させていただきます。ナビラパレスホテルという三つ星ホテルなんですけど、一泊朝食付きで、4000ほどになります。なので、まあ、皆さんもしね、ドーハでお手頃価格のホテルを、お話あればね、こちらのホテルをお勧めさせていただきたいと思います。改装されてね、部屋とか綺麗です。そして広いです。その中でもね、満足がいくホテルということでお勧めさせていただきます。はい、今ね、どこにいるかっていうと、カタールの首都のドーハにいます。ドーハのラビラパレスホテルというホテルにいるんですけどね。カタールドーハに到着して2泊しますけど、まあ、いろんなホテルがあったんでどれにしようか悩んだんだけど、割とアゴダの評価が高くて、で、割とお手頃価格ということで、一応三つ星のホテルなんですけど、でなんか下の表を見たら2つってなってたんですけど、ね、ちょっと不思議だなと思ったんですけど、全然いいですよ。見てください、これ。これで大体いくらぐらいだと4000で、1泊です。40001泊って朝食ついてるのかな、確か。ね、で、男1人ですけどね、寂しい男ですけど、一応ここで1人で寝る感じです。美女の迎えの旅でいろんな女の子仲になったんだけど、うん、まあ、特にそういう変な関係にはなってないですけどね。いるんだけど、まあ、それはさておき、まあ、こんな感じで。冷凍庫があって、でベッドね、でソファーということで、でここが詳細見たくなってるんで、ここで何か書いたりできます。でテレビは東芝製です。でそこが1日2本、水が無料で、そしてティーポット、ポットが湯沸かし器があるんで、それでお茶とかコーヒー飲めたりできます。でセーフティーボックスもね、そっちにありますので、セーフティーボックス利用できるし、ここで何かね、ちょっと休んでゆっくり横になることができる、なかなかいいカフェですよね。で、これがダイキンという日本のエアコンです。で、こっちは、まあ、残念ながら、四つ星、五つ星じゃないので、バスタブついてないんですけど、シャワーです。で、トイレということで。でもね、すごく広いですよね。見てください。びっくりするぐらい、こんなに広い部屋だと思わなかったですね。想像以上にいい部屋です。で、外の景色見てみると、まあ、ちょっと今、反射しちゃって見づらいかもしれない。そこに、うっすらと、そのモスクがあります。でモスクということでね、礼拝してる人が、朝食会場が、ね、9階であるんですけど、ね、でここからの景色が結構良くて、こんな感じです。まだ発展途上国である、カタールなんでね、建設中のこの、ソーセージとかハムとか、まあ、これは特に、まあ、多分欧米の料理と欧米の料理かもしれないけどね。であとはこの豆のスープとかね、あとこのこれ何て言ってたか忘れたけど、これこっちのナシっぽいですよね。であとはサラダと、コーンフレーク、美味しそうですね。豆からいきます。うん、ちょっと冷めてる。この先にもありますね、モスクがね。でこっちが海の方なんですけどね。でこの辺りは、昔からある地区なのですが、まあ、一応この、カタールに関しては発展途上中でございます。発展途上国で急成長をしています。その中外交地区っていうのが奥にあるので、そっちは本当にかなり今高層ビル建ってるんですけど、この辺りも再開発が進んで、その前方に見てるような感じでどんどんビルが建っていく感じになります。で、数多くの外国人労働者が建設作業員として来てますけど、こんな感じです。